カブス今永、11安打10失点の大炎上。カブスの今永翔太投手が21日、本拠地のメッツ戦に先発し、今季初の3被弾含む11安打を浴び、3回3分の0を10失点と、いずれも渡米後最悪の数字で降板。防御率は 1.89 から 2.96 まで一気に悪化した。失点ほぼホームランやなぁ。この感じみんなが知ってる今永。直近5試合失点7、失点5、失点2、失点1、失点10、今ここ。データが溜まってきてからが勝負よ。4月、5試合4勝0敗、防御率 0.98、5月、5試合1勝1敗、防御率 2.67、6月、4試合2勝1敗、防御率 6.00。2023年戦が、防御率 2.98、166.1 回、202奪三振、やっぱ戦がって神やわ。ルーキーイヤーでそれやからな。ほんま神。はよ復帰してほしい。最終的に防御率4点台とかになりそう。アスレチックス藤浪ですら経験したことない失点10自責点10のインパクト。まあ、どう考えても出来すぎだったからな。ローテレベルの投手でいられれば大勝利やろ実際。